西寺市神社は、徳島県美馬市は基にある神社で、月神の宮と称している。式内商社、旧社格は豪社。祭神は、主神が、月読み大臣、灰神が、宗方三女神の田純津姫命、田心姫命、市木島姫の命。徳島県美馬市と香川県高松市の境に位置する、大滝山山町直下にある。 演技式神明朝に記された多寸神社の論者となっている。社殿によれば、夜の食国を統治するつくよみ村が、山和国方面の監視役として多寸津姫命を大滝山に使わし、ここから瀬戸内海の監視をさせたことが当神社の起源であるとする。平安時代前期に空海がこの山にこもって修行を行い、西寺次第権限を安置したことにより、 神仏根高の山岳道場となったと言われる。以降、明治時代に至るまで、西寺氏権言と称した。江戸時代には、徳島藩が老稲田市の数計を受け車両として九国八島を寄進され、また、高松藩主の祈願書として五十国が、永全碑として寄進された。明治初期の神仏分離令により、神社と寺院に分離された。明治六年、西寺氏神社と改称され、 豪車に列した。山頂から東への尾根の頂上ラインに蒸気車電が並び、その一段下の広場に無料駐車場や車務所があり、東側から進入車道がある。ありがとうございます。